今回は、はい、Galaxy Watch Active 2を iPhone と組み合わせて使った時の使い勝手の後編です。前回はこの iPhone 側の接続アプリの使い勝手を中心に紹介しましたけど、今回はこれね、時計とスマホと組み合わせて使った時の使い勝手がどんなものかっていうのを紹介していきます。で、まず通知に関してです。通知はね、こいつで見ることもできるんですよ。こういうふうにして、ただ、本当に見るだけ見て、この通知を消すっていうぐらいのことしかできなくて、この例えばメールとかに対して返事をするとかっていうことはできないです。フィットネスバンドでも同じぐらいのことができるんで、まあちょっとね、これだけだと不満かなっていう気はしますね。Android との組み合わせだったら、通知に対して返事を出すってことができます。まあこれは大きな違いですね。実際に2泊3日の出張に行った時の印象としては、まずね、電池がものすごくよく持ちます。iPhone との組み合わせで使ってたので、この時計側はね、もうほとんど時間を確認するか通知を受けるぐらいしか使わなかったんですよ。で、ほとんどまあ余分な操作はしてないんで、まあなおのこと電池が持ったのかもしれないですけど、電池は持ちました。出張に行ってる間は2日目の夜に1回充電しただけでした。いや、この手間いらずは結構いいですね。接続の安定性はね、非常に高いですね。機内モードとかにして、長時間、こっちの接続が切れてると接続が復帰しないことがあります。で、そういう時はもうこの時計側の電源を一回切ると、これをして長押しすればもう電源オフのメニューが出てくるんで、これで一回電源切って、でもう一回電源入れます。そうすると、iPhone 側と接続するんで、もうそういう使い方をしてました。で、最後、 iPhone の接続アプリでも Galaxy Store は使えるんですけど、時計が Wi-Fi に接続しないとその Galaxy Store からアプリをダウンロードしてインストールできないんですよね。で、例えばまあなんか出先で、あ、暇だなと思ってこう Galaxy Store 見てて、ちょっと良さそうな例えばウォッチフェイスがあると思ってもすぐインストールこっちにできないです。すぐ試せない。ちょっとそれはね、残念ですね。iPhone との組み合わせで使うのはもう拍子抜けするほど普通に使います。ただその機能制限がね、やっぱあるんで、まあ、これをどう考えるかで評価変わってくると思いますね。まあ、値段もね、そんなにこれ安くないですからね。あえて Apple Watch じゃなくて Galaxy Watch Active 2を選ぶ理由があるとすれば、まあ、このデザインですよね。円形ディスプレイでいわゆる時計っぽいデザイン、まあ、これが気に入ったんならまあこっちかな。普通に考えたらアプローチのいいかもしれないです。はい、今回は以上です。終了。